店長の斉藤さん、ちょっとお話を伺います。今年、あの、この夏はどのような状況でした？はい、今年の夏はですね、雨が少なかったんでね、渇水運休がだいぶ続きましてね、月曜日まで、日曜日までですね、休み、さっきで休みだったんですけども、そうですね、これから紅葉のシーズンですからね。そうですね、こうなるとやっぱりだいぶね、品質も変わってきますし、お客さんもちょっと増えてくるとありがたいんですけどね。芋煮船ということで、芋煮食べながら、船下り楽しめる企画やってますので。ただいま芋煮船運行中ですので、ぜひ遊びに来てください。はい、やっていきますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、どうも、よろしくお願いします。お菓子祭りに、出す、船頭さんたちが、そうですよ。なかなかもう力作の予感がもうプンプンしますね。ここまではうまくいったんですけどもね。ここから、ここから失敗しなければ。ああ、なるほど。いろんなトライアンドエラーがありますね。傘のどこかな？傘っていうかね、兜作ろうと思ってるんですけど。兜ね。難しいですよね。難しいでしょ。全部廃材使ってるんで。あんまり重くもできないから。難しいでしょ。ね。ああ、そうそう。俺昔、肩下りとかやったな。